どうもハリコットです。皆さんピカチュウは好きですか？ポケモンの代表といえばピカチュウですよね。そこで今回はピカチュウと似ているポケモンたち電気袋組について見ていきたいと思います。では関係ないけど、最近定期的に S さんとコラボ企画を撮ってるんですけど、ぜひ絵に自信があるって方いたら一緒に何かできたらいいなと思いますので、ご連絡してきてください。というわけでよかったら最後まで聞いててください。ポケモンは毎シリーズごとに必ず電気袋ポケモンが登場している。ピカチュウのほっぺは赤くて可愛いですよね。このほっぺは電気袋といって、電気を溜め込む機関となっているんですが、ピカチュウ以外にも電気袋を持ったポケモンが登場しており、電気袋組やピカチュウもどきと呼ばれています。今回はそんな電気袋を持ったポケモンたちをウィキでまとめられていたので、順番にご紹介していきたいと思います。まずはピカチュウの進化系、第1世代赤緑ではピカチュウとライチュウが登場。ピチュウはその後の第2世代金銀で登場したピカチュウの進化前ですね。大きな耳と尻尾が特徴で、体の色と電気袋はピカチュウよりやや薄色になっています。この大きな耳可愛いですよね。図鑑ではまだまだ電気を貯めるのが下手、驚いたり笑ったりするとすぐに放電してしまうと書かれており、未熟なポケモンであることがわかります。一方ライチュウはピカチュウの進化後ですね、下手に触るとインドゾウに気絶すると図鑑に書かれている強いポケモンです。アローラ地方では姿が違っていて、このような姿をしています。次は第3世代ルビーサファイアからプラスルマイナー、アニメでも何度か登場していますよね。仲間を応援する習性があるポケモンで、電気をショートさせて火花をポンポン作り応援します。見た目は結構ピチューに出ますよね。次は第4世代ダイヤモンドパールからパチリス、これまでの電気袋組と違いリスのような姿をしています。大きな尻尾が特徴的ですよね。アニメでは光の手持ちポケモンとしても登場していました。やんちゃで落ち着きのない性格で光の髪をバチバチさせていましたよね。次はブラックホワイトからレモンガ、モモンガの姿をしたポケモンです。頭の黒いとことか前髪みたいですよね。たまに頬袋に餌を溜めすぎてうまく止めない時があるようです。可愛すぎでしょう。アニメではアイリスの手持ちポケモンでしたね。次は XY からテデンネ、独特な丸いフォルムと顔でこの前の人気投票では1位を獲得していたポケモンです。ヒゲがアンテナとなっていて、ここで仲間とコミュニケーションをとって情報をシェアしたりするそうですね。アニメでは旅仲間のユリイカのキープポケモンでした。デデネーという鳴き声が印象的でしたよね。次はサーム文化のトゲデマル、ハリネズミっぽいポケモンですね。体内の内側から電気を作り出すことがあまり得意ではないため、背中の針で雷やポケモンの電撃を受けて電気袋に充電するそうです。アニメではマーマルの手持ちポケモンとして登場していました。たまに移動するとき腰につけられたりしていましたよね。いやキーホルダーかよ。次はソードシールドからオルペコ、通常時は可愛いんですが、お腹をすくと特製の腹ペコスイッチによりジャークラ姿へとフォルムチェンジするポケモンです。目つきが悪く凶暴になり、お腹いっぱいになるまでご飯を食べ尽くします。アニメでも登場していますが、ロケット団の食料をいつもモルペコに食い荒らされていて面白いですよね。ゲームではマリーというトレーナーの相棒ポケモンでもあり、うららという鳴き声が特徴的ですね。以上ですが、皆さんは今回紹介したポケモンの中でどれが一番好きですか？よかったらコメント欄で教えてください。てかこう見るとやっぱり電気袋組主要人物の手持ちポケモンだったりしますね。やはり電気袋組は公式で押されていることがわかります。まあこんな感じで電気袋組のポケモン紹介でした。ちょっとでもこの動画を撮ったらチャンネル登録、そしてよろしくお願いします。では次の動画へ、せーの、グッディー。